皆さんこんにちは、ニンニクハンターです。今日はですね、一緒に遊ぼうのアプリが開けなくて困ってる人がいるんじゃないかと思いまして、動画を作成させていただきました。 2,3 日すれば緊急メンテナンスですぐに治るかと思ったんですけれども、なかなか治らないですよね。運営さんに連絡したくてもアプリが開けないから連絡できない、どうすればいいんだよって思ってる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。アプリを開こうとするとこのような真っ暗な画面になりますよね。自分だけ一緒に遊ぼうがプレイできなくて悲しい思いをしている方結構いらっしゃるんじゃないでしょうか。今回いろいろ調べさせていただきました。やっと解決策が見つかりましたのでご紹介したいと思います。今回この問題は iPhone や iPad、iOS で起こっているようです。かなりの人数がこの症状に悩まされているので、多分スマホが悪いというわけではないんですね。アプリに不具合が発生していると考えられます。なのでまずは一緒に遊ぼうのアプリをアンインストールしてください。そしてもう一度インストールすると、私はこの症状を解消することができました。他にもストレージの問題、 iPhone のバージョンの問題、アプリのキャッシュの削除など、いろいろな方法があります。ただ残念なことに、アカウントを連携をしていない方、アプリを一度消してしまうとそのデータも消えてしまいます。次回また同じことが起こるかもしれません。アカウントで連携はしていた方がいいと思います。ニンニクハンターチャンネルではアカウントの連携方法も載せていますので、ぜひ参考にしてみてください。皆さんまた一緒に遊びましょう。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いいたします。